そうそう、無責任なことしちゃダメで、ネタでも。つか俺って何してももうネタになっちゃうからね、これしょうがないよ。だってネタじゃないって言ったって配信通してやってるからね。妻への気持ちってネタじゃなかったよ。伝わらなかった？こいつネタでやってるなと思った。俺真剣に向き合ってたけどね。うん、ナビの住所が出ないんだって。でここにツナを入れたらおかしくなる。うん、1万人いっちゃうからこれはダメだよ。この間、いやいいよ、俺もワセちゃん前なんかいろいろ言ってごめんね。うん、仲直りしてワセちゃん、ごめんね。俺も前ペオさんもうそろそろ着くで、ちょっと道が分かんないって言うからちょっと行くわ。配信者はやっぱりアカウント出した方がいい。うん、これはワセちゃん教えとくよ、他の配信者にも。うん、匿名で投げちゃダメ。特に知名度があればあるほど、うん、普通に投げたで、ね、堂々としてた方がいい。うん、しかも金使うんならね。この前のことごめんなさいってこう律儀に匿名でアイテム投げてるんで、忘れちゃう。わかるでしょ、そういうのもやっぱアピールしないと。うん、匿名の意味それはリスナーをね、やっぱリスナーさんはいいけど配信者はいらないと。まあ、言うて俺右父もね、まあ仲いいからね、タクシー代払ってあげよう。あ、やばい、もうゲップがずっと出る。ありがとう、待てたんでね、頑張ってね。子供いるって生活保護受けてる。ん？どこ？ペガコ？キャベジン飲みました。どこ？寝れなかったの。いやペガコちゃんの枠行ってね。でホワイトラブが1個余ってたんだよ。でなんか外行って寒そうだから。バファリンまで切れてる。あーね、それだってミズニアン悪いでしょ。うん、誰が見たって。あ、オカポンヌ来た。オカポンヌ違う。フェイ焦ってペガコに電話してる。おい、ミズニャンいい加減にしろよてめえよ。引き戻すなら大切にしろよ。今からリン追い出せ。中途半端なことしてんじゃねえぞこの野郎。気持ち悪い。どっちかにしろよ。女子供捨てて自由に遊ぶのか、ペガコ大切にするか、選べや。俺みたいに捨てるのか大切にするかだよ。
俺は捨ててるんだから。偽善者分じゃねえ。俺は捨てたよ。うん。で、配信を選んだ。リアルを捨てたからね、リアルの幸せを。どっちもは無理じゃない。どっちかじゃない。どうすんだよ。女は配信足手まとい。正解、くーちゃん。孤独の先にしか見えてこない。孤独を乗り越えた先に見えてくる世界がある。孤独って真っ暗だから、何も見えないから、ちょっとした光でもすごく綺麗に見えるんだよ。空見てみろ。明るいだろ。明るいところで明るいもの見て感動するか、しないよね。孤独で真っ暗だから綺麗に見えるんだよ。探してる？ペガコ？ペガコ？場所わからん。どの辺にいる？何がある？外映して。ペガコ？声入ってない？どこにいるの？動画にして、ペガコちゃん。元気だな。やっぱ24時間アンテナ張って、なんかある時はすぐ動かないと。それぐらい意識高いよ。それは休んでる暇ないから。映してる。携帯忘れた。マリオ、はい、おはよう。状況変わってるよ、目まぐるしく。グースかグースか。寝てるけど。リスナーも今日寝れないぞ。分かった？見守るし、状況変わるよ。分かった？みんな忙しいよ。タバコ屋が映った。車いタバコ屋映った。タバコ屋位置情報送るって言って、もうなんで住所送って出ないんだろう。ローソンとかがある。ローソンの中入りな。ローソンある？車で行くわ。遠い。ローソンにいな。ローソンにいな。全然住所ちゃうやん。トラックがたくさんいっぱい止まってた。トラックがたくさん？でかい？それ。ローソンの店舗名教えて。じゃあ、そこ行く。マリオ、車の鍵。今すぐ。どこにある？鍵。車の鍵がない、マリオ。マリオ、車の鍵。僕の部屋のテーブルの上。了解。客人来るぞ。ローソン店舗名は？ローソン店舗名は？どこのローソン？確認して。
歩いてるトランクルームが、飲酒は大丈夫、酒飲んでない。今日は3月7日火曜日です。消防記念日です。ペガコを足す水に余っててももう無駄だな、ほんと。よし、よう振り切ったぞ。ペガコを探せ。タヌキ67530ワン、ふっかるすぎわら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 。やばい、前が全く見えません。前が全く見えないわ、やばいこれ。前が全く見えません。ペガコちょっと待ってな。エーデルハイムの住所送ったのにな。ローソンでしょ、ローソンだよね。2つあるな、どっち。公園前、公園が近く、ローソン公園の前。ランドリーが一緒になってる。どこだ。店舗名はすぐ近くの公園。ローソンあるけど公園はないな。こっち行くか。西新井5丁目 OK 了解。なんでそんなとこ行ったの。 1.2 キロもあるよ。なんでそんなとこにいるの。おかしいでしょ、タクシー運転手。やばいな、どんな遠くに誘導してるの。わかった、ありがとう。妊婦だからね、早く行かないとな。みずにゃんがめっちゃ鬼伝してる。俺にしてこいよ。今更鬼伝したってもしょうがねえもん。そんなもん出るとこ出るだろうな。
だってペガコと戦争するとか言ってんだよ、うん、戦争してやるよじゃん。女を何だと思ってんだよ。みんな俺はね、女の味方だから。女の敵は許さない。おもちゃじゃねえぞ、女は。じゃあお前が言うなって、ツナもおもちゃにしてそうだけど、ツナのことちゃんと思ってるから。もしもし。あ、もしもし。ヨヨ。どうした？なんかズワン君が電話してこいって言ってたって言って、俺のとこに鳩が飛んできたんだけど。いや、なんかペガコに鬼電してるんだなと思って。ああ、そうそうそう。うん。で、ちょっと話聞くから、今から。とりあえず、水曜日話し合いをするんだよ、ペガコと。第三者で。うん。ペガコと第三者交えて話し合いをするんだけど。うん。まず、それをどうしたい？じゃあ聞くよ、ちょっと本人に。今ペガコいんの？そうです。もう近くにいるから。うん、うん、でとりあえず、うん、俺がすごくあいつに腹立ってるのって、うん、あの何なのかっていうと、うん、あのまずね、こう第三者の人を交えて話し合いをしたいって言って、うん、水曜日 に、うん、に予定を作ったのって向こうなんだよ。うん、で、あのわざわざ第三者の人も振り回して予定で、ね、忙しい中予定作ってもらってやったのに、自分の感情一つでハイブッチはないっていうことで。なんで、で、ミズニャンさん一つ聞いたことがあって、うんうんうん、その話し合いするまではコラボとか控えようっていう約束ってした？あ、でもね、それに関してなんだけれども1点あって、うん、で、あの今日のアキコママのお店なんだけど、うん、僕はリンちゃんが来ることって知らなかったんだよ。ん？リンちゃん来るまでは。え？そうなの？うん。アキコママはどういう経緯で行ったわけ？あ、だからそれは、あの、僕、リスナーさんに誘われて、うん。行ったの。リスナーさんに誘われて行った。そしたら、うんうん、リンちゃんがいた。いや、あの、僕が先に行って、うん。で、そこにリンちゃんが来て、って感じだった。今から行っていい？みたいなやりとりはリンちゃんの直接撮ってないってこと？うん、撮ってない、撮ってない、全く。ペガコ曰く話し合いするまでそういう約束してるのかかわらず、結局リンと絡んだりとかで、今結局リンも家に連れ込んでるんでしょ。あ、そう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 。で、話が違うじゃんっていうことらしい。でだからその辺も話し合いをすればいいちゃんとこっちと、うん、だ、向こうとの間に多分相互があるっていう話。いや、その話し合いする上で結局ごまかされてる。でも我慢の限界に来てるから、まあとりあえず話聞くよ。別に、あの、ごまかしてないんだよ、こっち。一切。でも、その約束をまず今、守れてないよね。いや、約束守れてないって言わなくて、だったらもう、俺別に、まあ、ね、全然、話し合い別にするよって、今から俺。ん？違くて、第三者通す話し合いまでにコラボしないとかいう約束してるんだけど、今、リンちゃん家にいるんでしょ？いや、別にだってコラボしてないじゃん。実際、リンちゃん寝てるだけだし。コラボしてないは無理があるでしょ、家にいるんだから。だからペガコちゃんもだったら私もゼロワンさんに会いたいってことなんだよ。一人だともう精神的にしんどいから、だから今ちょっと会うから。うん、その家にいてコラボしてないちょっと苦しいと思うけどね。でも、あの、ぶっちゃけだけど、うん、あの、そこに関してなんだけど、ペガコさんも自分の思い込みがすごく激しい人だから、僕と多分リンちゃんが約束して、で、秋物の店で合流したとか思ってると思うんだよね。うん、まあそれはまたリンちゃんにも聞かないといけないしね。うんうん、俺別にだって LINE のやり取りだって、俺だってリンちゃんの LINE とか記録つけてなかったんだよ。うん、でもさ、あの、結果だけ言うんなら、うん、自分の意思じゃなくても来て一緒に飲んでたらコラボになっちゃうよね、結果だけ言うなら。その経緯は自分呼んでなくても。で、例えばさ、お前来るなとかさ、無理にできるわけないじゃん。でも、あの、明日第三者通して話し合う、それまではコラボ控えようねって言ってるのであれば、
友達に誘われた時にそれちょっとコラボ配信者もたくさんあきこママの店来そうだからコラボになりそうだからって1日ぐらい我慢してもよかったんじゃない？いやでもそこはさ想定できなくないだって、うん、だから全部言い訳に聞こえるんだよ、うん、全部がだって俺は、うん、だって俺はぶっちゃけだってペガコさんだって誘ったからうんで結局ペガコさんを誘ったんでしょ、まあ、いいちょっとあの僕ペガコさんに対して、ね、あの焼肉行かないって言ったのちょっともう愚痴分かったからちょっとまたいいちょっと今迎えに来たからいやちょっと俺ペガコとあの話させてペガコと話をしたいので電話出ないんだペガコが。ペガコ電話出ないんだ。だってなんでかっていうと、あのね、俺なんでかっていうとさ、まあ、今回ペガコ自身が第三者の人巻き込んでるわけ。でわざわざで日程を作って。ペガコちゃんおいで。で話をしましょうってなってるのに、うん、ちょっとしつこいね。これなんか本人ミズリアンが電話お邪魔します。電話する？ちょっと意思尊重する。あしないです。しない？はい。切るわ。だってやってることがおかしいもん、うん、話し合いたいって言うんだったらまず女性を家から追い出してそうだよねあのだってもうその女性と関わらないって私に言ってたのでうんああそれも言ってるんだで結局呼んでないっていうのがあれらしいね言い訳らしいで何呼んでないってどういうこと自分はお店に呼んでないからいやいやダメですよダメだ関わりたくて関わったわけじゃないっていう言い訳をしてたでいやそれは関係ないですね寒い一回帰ろうか、うん、部屋行こう、うん、あどうもすいません、うん、だめちゃくちゃでしょ水にあんがみんなどう思う、うん、言ってることすごいめちゃくちゃだよで結局目の前でねずっとベタベタされてたのもなんで私がずっとニコニコしてたのかって言ったらやっぱ話し合いとかのことで波風立てちゃいけないなって思ったのと、うんまあ、その女性のことはねもう今後一切関係を切るって言われてたので、うん、ちょっと拒否をしているような態度とかで、うんまあ、何かしら反省はしてるのかなとかっていうのとかあと、うん、一緒にいたリスナーさんとかにも、うん、ちょっと今はあの二人は自由にさせてあげてみたいな感じで私言われたのであそんなこと言われた言われました自由にさせてあげてってそう、リンちゃんのことを自由にさせてあげてみたいそんな言うこと聞いちゃダメだよ、ペガコちゃんそんなそれも本当意味が分からなくてで、うん、リンちゃんとそのミズニャンさんは、うん、今からホテルに行くからそれも容認してあげてとか私言われてたんですそれ誰のリスナー自分のリスナーいや、そのミズニャンのミズニャンさんがお店に一緒に行った人ミズニャンのお店に一緒に行った人ミズニャンをお店に誘った人それなんていう人なの？わからないです、私は。それ女性？いや、男性でした。男性？それも私に要求してくるのおかしいじゃないですか。うん、だから私はそれはさすがに食事に行くのもホテルに行くのも許しませんって言ったんですよ。うん、そしたらじゃあお店の中で別々の席にいて、ペガコちゃんは水谷に近づかないでって言われたんです。あ、その人に？男の人に？はい。はいめちゃくちゃだね、本当。その人が第三者ってことを話し合う。いや、違います、全然。そう、明日話し合う第三者は誰なの？は、あの、水にゃんさんの仕事、他の仕事仲間の方。他の仕事仲間の人。はい。でももう話し合いはしません、私は。話し合いもしないんだ。あ、しないです、しないです。で、ペガコちゃんはどうしていきたいの？いや、私はもう家庭裁判所を入れていいっていうふうにずっと思っているので。家庭裁判所入れるっていうのは親権のことかな？はい、そうですね。ってことはもうミズニャンとはもう関わらなくてもいいってこと？いやもう別に全然それは構いません。構わないんだ。構わないです。で自分一人で育てていきたいってこと？もうそういうふうにしかならないですよね。うん、向こうと関わらないっていうふうになるんであれば。でミズニャンは裏で何て言ってるの？あの子供のためにそれは家庭裁判所を入れるのは拒否されてますね。子供のためにっていう。子供のために。はい。何裏で何一緒に育てようって言われてんの一緒にというか、うん、復縁はずっと匂わせられてましたあなんか好きとかも復縁を匂わせられてる今復縁匂わせられてましたねそう
で体の関係今でもあるんだよね。ないです。あ、ないの。はい、泊まったりとかないので。泊まったりとかない。はい、定期的に会ってるって感じ。その外でそのちょっと話してっていうのとかはあったんですけど。うん、なんか今すごい必死にペガ子さんと喋ろうとするじゃん。はい、あれはなんでなんだろう。わからないです。私はわからない。だって配信終わるレベルでしょ。だから何を喋らせたくないのか。喋らせたくないことがあるのかな。わからないです。それがだから何かがあるのか。うん、でも彼が言ってるのってペガ子の人生が終わるだとか。ペガ子の人生が終わる。なんか言ってるらしいんですよ。なんか暴露されたら嫌なことを握ってるのもしかして。どれが暴露されたら嫌なことなのかっていうのが。まだ言ってないことたくさんあるってこと？まあそりゃあるじゃないですかね。そりゃ。まあいろいろ、でもそんな、それを言われて何かっていうのとかはないとは思うんですけど。ないとは思う。なんか、不正受給とかしてるのみたいな。いや、彼はしてないですよ。彼はしてない？私もしてないです。本当？不正受給っていうのはしてないです。うん。てか彼別に保護とか受けてないので。ペガ子ちゃん今は生活保護もらってるの？もらってないです。もらってないの？はい。前に受けてたってこと？そうです。3月のは出てないです。2月までは出てました。うん、嘘は絶対ダメだよ。もう守ってあげれなくなっちゃう。はい、うん、ね、ストレス大丈夫なのね、お腹ね。はい、あ、そうだ、うん、なんかある？いや、わざわざ本当聞いていただいて。いや、いいんだよ。いやいやいや、私がちょっと最初に言うべきだったから。初めフットサルで会ったもんね。そうですね、フットサルの2階席のところでお会いして。うん、今付き合ってないの？それも正直、わからない。わからない？なんか、ずっと匂わせみたいな感じでされてきていて。うんうん、どう匂わせでどういうこと言われるの？例えばその、向こうからこの前3月1日に話し合いの時に提示されたのが、うん、まあ、私が他の男性とセックスをしちゃいけない、うん、セックスをしちゃいけない、はい、お風呂に入っちゃいけない、一緒にお風呂に入っちゃいけない、はい、キスをしてはいけない、キスをしちゃいけない、イチャイチャ行為とかもしてはいけない、イチャイチャ行為をしちゃいけないっていうのをやるなって言われたんですよ。それは2人で喋ったの？いや、4人でなんですけど。でも別れてるんだったらそれって言ってくるべき、うん、言ってくることでもないし、うん、でその話し合いしてた他の第三者の方が、いや、みずにゃんさんそれ提示するのおかしいですよ、まずそのリンさんとそういう行為をしてるわけだし、うん、あと付き合ってもないんだったらそれを提示するのもおかしいし、でそれを提示するんだったらみずにゃんさんはそれ全て守れるんですかって聞いたんですね。うん、そしたら、じゃあ俺も守るから、うん、ペガ子も守ってくれと、うん、って言いながらもやっぱりりんちゃんとね。そうですね、今も家に連れ込んでるでしょう。はい、でその時にりんちゃんとはもう今後一切関わらない、うん、連絡もしない、うん、いうことも約束しているので。なるほどね。でもそういう、なんだろう、別れてる、みんなが嘘つき嘘つきってペガ子ちゃんに言うのはどこの部分なの？うん、ペガ子ちゃん嘘何もついてない？今何もついてないです。嘘、今言ってること